米ちゃんよく舌出てるよね。鼻水出てるね。ちょっとね、拭かしてくれる？それは嫌なの。拭かしてくれる？ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は南海放送の竹内愛希アナウンサーに預かりボランティアで飼っている小梅ちゃんを紹介してもらいます。ポルトガルのオビドスでの犬猫探しもあり、猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。窓辺に座っているのは黒猫ちゃん。この猫は南海放送ラジオやテレビで活躍中の竹内愛希アナウンサーが飼っている猫ちゃんで、小梅ちゃん。小梅ちゃんの定位置です。ここから登ってピョンって行く。真っ黒で何も見えません。もともと実家で猫を飼っていたんですが、愛媛に来てからはずっと一人暮らしで、ちょっと寂しいなっていうのもあり、そんな時にある知り合いから、まあ、猫を預かりボランティアっていうのがあるよっていうのを聞いて、ぜひちょっと参加させてもらいたいなということで始めました。預かりボランティアっていうのはどういうことなんですか？もう完全に引き受けるわけではなくて、引き取るのではなくて、もう里親に出すまでに猫が慣れない子が多いので、そういう子たちをちょっとでも預かって人に慣れさせるっていうボランティアです。それは家で竹内さんが飼うってことですか？はい、もう一時にはなるんですが、飼っておトイレの世話だったり餌の世話だったり、もう本当に自分の家族として迎え入れています。どうして飼わないんですか？今は、まあ、賃貸というのと、あと私ももう今は愛媛で仕事をしているんですが、今後どうなるかわからないっていうのもあって、その一時の欲しい、飼いたいっていう気持ちだけで無責任なことはできないなと思ったので、預かりボランティアっていう形で協力させてもらってます。コンビちゃん、ただいま。コンビちゃん、カメラ嫌いだね。ごめんね。嫌だね、カメラね。ごめんごめん、怒んないで。そのボランティア団体さんの猫のシェルターにお邪魔させていただいて、まあ、いろんな子を見たんですけど、小梅ちゃんが人をそこまで嫌いじゃないけど、あと一歩っていうところで、もうこの子あとちょっと慣れさせたら里親に出せるのにっていうところだったんで、小梅ちゃんを引き取りました。それはいつから始まったんですか？去年の11月なので、もう半年以上ですね。最初に竹内邸に来た時って、小梅ちゃんどんな様子でした？もう最初はゲージから出てきてくれなくて私を見てもちょっとでも近寄ったら、もう2メートルくらいの距離でも震えてしまって、全然近くに寄れないっていうような状況でした。じゃあシェルターにいた時とはまた違う感じで？
そうですね、シェルターにいる時は他にも猫がたくさんいる中だったんで、まあ、近寄ってきてはくれないですけど、そんな怯えてる様子もなかったです。トイレを買ったりだとか、ゲージも大きいゲージで、最初怖がらないようにあのゲージの中に入れとこうと思ってたんですけど、なかなか懐いてくれなかったですね。ワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センター全てに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。今日は南海放送ラジオやテレビで活躍中の竹内愛希アナウンサーに猫の預かりボランティアの様子を聞いています。猫歴はちなみにどれくらいになるんですか？生まれた時から猫ちゃんと一緒なので、もう32、あ、年がバレる32年間は一緒ですね。じゃあもう猫がいるのが当たり前と。当たり前、もう親戚一族みんな猫が好き。家の中は猫グッズだらけです。うーん、猫ってこう幸せな猫ちゃんもいるし、悲しい猫ちゃんもいるけれども、竹内さんがこう出会ってきた猫ちゃん、どういう魅力を感じてますか？そうですね、やっぱり猫によってそれぞれなんですけど、懐く子もいれば懐かない子も、でもそれも含めてその気まぐれさが猫の可愛いところですし、あとやっぱ一緒に寝てくれるじゃないですか猫ちゃん、うん、冬の湯たんぽ代わりにもなるし、心も体も温まる。やっぱ猫と生活してると幸せたくさんもらえますね。肉球も好き、にゃん玉も好きなるほど、全てが魅力、全てが愛おしい。コウメちゃんの定位置です。こっから登ってピョンっていく。真っ黒で何も見えません。でもこの尻尾が可愛い。1ヶ月くらいした時にふと、今まで私が家にいたらその窓の高いところ、私が手に届かないところから降りてこなかったんですけど、ある時ふと横こうやってツツツツツって、まあ、黒い猫なんですけど、黒い影がこうやって通ってって、私の前でも餌を食べてたので、その時にあ、ちょっと認められたって嬉しくなりました。それ結構時間かかってますよね。かかりましたねでも今もまだ抱っことかはできないので、もうちょっと辛抱強く見てあげないとなとは思ってます。何か懐かせるためにやったことってのはあるんですか？もうとにかくコウメちゃんを意識しないこと、多分見たら怖がってしまうし、カメラを向けて、例えばスマートフォンで写真が撮りたいなと思って向けた瞬間にコウメちゃんとの距離が離れるのが分かったので、もうコウメちゃんに私は存在を消してなんとなく家具の一部だと思ってもらえればいいなくらいに座ってることにしました。それってあまり猫を飼ってる喜びは感じられない？ただ私がいない時に私のベッドに黒い毛がびっしりついてたりするとあ、
匂いは受け入れてくれてるのかなとか、ちょっとそういう喜びはありました。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫は今まで猫飼ってたんでしょ、はい、その猫たちとは全然違う感じですか？そうですね、今までも10匹近く飼ってるんですが、みんなやっぱり小さい頃から育ててるのですぐ懐いてくれたし、実家で飼ってる猫なんかはトイレとかあのお風呂にもついてくるくらい懐く子だったので、こんなに触れない子は初めてでしたね。竹内プロをしても難しい子。難しいです。どうやって距離を縮めたらいいのか、それだけ今までちょっと怖い経験とか多分してきたと思うので、人間は怖くないよっていうのを伝えられたらいいなと思ってます。夏になってちょっと飲みの季節、飲みが気になり始めたので、飲みよけの首輪をつけたいなと思って、怒るの覚悟で近寄って逃げ回ってはいたんですけど、でも首にこうやってかけたらおとなしくかけられて嫌がることもなく、今もピンク色の可愛い首輪してくれてます。じゃあそこからもうベタベタにこう触らせるって風にいけそうですけどね。そうなんですかね、ただ手が伸びてしきた瞬間にってなりますね。耳が下がっちゃってシャーってまた。人の良し悪しが分かってるのかもしれない。そういうことですか。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。チャームポイントはやっぱりこの真っ黒の小柄なほわっとしたところと、目がとにかく丸くてクリクリなんです。猫ってうちの実家の猫とかも大体こういう釣り目になることが多いと思うんですけど、コウメちゃんはその釣り目になってるところを見たことがない。怒っててもクリクリの丸い目をしてるんです。で夜とかだと真っ黒なんで、その目だけが丸くポンポンって浮かび上がってて、とてもキュート。でさらにその目の上にちょっとマロみたいな白いなんか眉毛みたいなところがあるんで、そこもかなり可愛いです。まだでもパーソナル指令送るよね。分かった分かった。送る？大丈夫？全身見えた。ほんと真っ黒。尻尾の先から頭の先まで真っ黒です。口食ったら怒るね。そうだね、ごめんね。怒る？大丈夫？お鼻水垂らしてるね。鳴き声もね、鳴き声も甲高くてにゃーっていう可愛い声してくれてます。でたまに舌の締め忘れもしまい忘れもあるんで、黒い中で舌もピンク色の可愛い舌が見えてることもあります。コウメちゃん、コウメ
コウメちゃん、コウメ舌出てるよ、コウメちゃん舌出てるよ。じゃあ、 次の飼い主さん見てるかもしれません。メッセージがあればお願いします。コウメちゃん、私にはまだ懐いてくれてはいないんですが、徐々に距離は縮まってきています。多分あなたが飼いたいと思ってくださるのならば、根気よく続ければとっても懐いてくれる可愛らしい猫だと思うので、ぜひコウメちゃん可愛がってくれる方お声掛けください。お願いします。竹内さんが育てたコウメちゃんね、もらわれるといいですね。はい、ぜひ。本当に可愛い子なんで、コウメちゃんにも幸せになってほしいですし、コウメちゃんから幸せもらう人もたくさんいると思います。どうしたのよ、ご飯食べないの？あら、鼻水拭かせてくれる？ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン番外編、ポルトガルのオビドスという村で犬や猫を探してみるよ。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液や
エンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。昼寝の邪魔しちゃったかな。
散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ポルトガルオビドスでの犬猫探し、今度はどんな子に会えるかな。友達の様子が気になるみたい。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。